渡辺先生を、この、なんだろうね、に視点を当てながらも、日本の総合格闘技界が、こうやって発展してきたんだよっていうのが、ね、よくわかる作りになってるなと思いました。すごく、流れが、やっぱ繋がって、現代に来てるんだなっていうのがよくわかりましたね。楽しかったです。はい、ブルーシャークもね、映画の中出てきますか？そうですよね。見てどうですか？そうですね。もうちょっと動けないから、いろいろちょっと自分で見ると、自分の動き見ると反省しちゃうんだよね。本当ですか？はい。そうですね。イメージ的にはもっと動けてるんですか？動きたいなーって思って。